公言とは、律令国家が特定の人物に特権を認める際に出した証明書の一種のこと。私有の土地や財産などの造成、売買、譲与、紛失、寄進、相続に際して国家やその歌舞伎館が発給した法的な証明書。法的効力の伴う変動の発生に際して、当事者が会場を教識または国誌提出し、教識。 国史がこれに後半を加えることで、公言として認められた。したがって、公式様文書に準じた書式が用いられることになる。また、既存の公言が存在する事物の変動に際しては、その公言を会場に添える義務があり、紛失時には速やかに公言発給監視への届け出を行い、公言紛失上の発給を受けるものとされた。特に土地に所有権に関する公言は、 本公言、根本公言と呼ばれた。訴訟の際には公言の提出が求められ、公言が最も重要な証拠として取り上げられていた。平安時代中期以後、律令制の解体とともに公式様文書が作成されなくなると公言の書式も変化を見せた。朝廷や寛氏、幕府が発給した臨時、陰前、感染時、下し文や下台案度を加えた申し状などが、 公言の代わりに用いられ、それらを指して公言と呼ぶようになった。これらは諸見門をはじめ一般の人々に至るまで各階層の多種多様な財産、権利の保障を効力を有していた。さらに、省遠領主や現地の有力者による証明書も財産、権利関係の文書も公言と呼ばれるようになった。 公言は所有権をはじめとした財産や権利を保障する法的な効力が認められる有力な証明とされていたことから代を重ねて保障され法的変動の際には同時に公言も譲とされた。そのため公言の移動をもって譲渡や売買による権利の移動が認められるとするのが訴訟における原則の一つであった。 仏教の僧侶が土園を得る際に国家が認めた正式な僧侶であることを認める証明書として公言が朝廷より出された。元人が戒律を伝えて会長制度が整えられると修行などによる長期旅行の証明の意味に限定されるようになった。その後の僧侶例の境外化によって公言が出されることはほとんどなくなった。ありがとうございます。